後半立ち上がりとかの、集中というか経験値というか、ね、試合を優位に進めるっていうことができなかったし、特に 3-1 のセットではね、かなりチャンスあった中で決めきれなかったっていうのは課題だし、まあ、4-0 は前進できなかったっていうのが一番の課題かな、うん、
真ん中の選手はカーテンも間に合わないようになるから。
これで2年バスラーの皆選手の勝利です。ご覧いただきありがとうございました。まあ、リーグがまあ一周して今日負けて7位かな。ジョイリーグは今日勝ったとしても本当に大差、もう10点差いかないと難しかったから、現実的には難しいなっていうところで勝とうっていうところでやったけど、まあちょっともったいなかったね。やっぱ後半立ち上がりとかの、集中というか経験値というか、試合を優位に進めるっていうことができなかったし、特に 3-1 のセットではね、かなりチャンスあった中で決めきれなかったっていうのは課題だし、まあ、4-0 は前進できなかったっていうのが一番の課題かな。やっぱ浅野がいないとっていうところが、やっぱもう一人こうね、時間作れたりとかできる選手がいるだけで変わるのかなっていうのは、あの中でもできないといけないというかさ、状況状況でやっぱ判断してやらなきゃいけないし、あとはサポートの質とか、すげえ今日思ったのは一個一個やっぱちょっと遅れちゃってるかな。サポートだったり状況判断、ボール持ってる選手と持ってない選手のなんて言うのかな、サポートの判断とか、その持ってない選手の動きの質みたいなところの、まあ、判断スピードっていうのもやっぱ遅れてたし、なんかやっぱ結局相手のなんて言うの、プレスパワーの方がこう反応が早かったというか、一歩目で負けてたような感じ。それって配置が悪いっていうだけだと思う。ポジショニングが下がってれば、2歩下がってればとか、質の部分がちょっとなんかね、荒かったかな、雑だったかなっていうとこはやってて思った。まあでもああやって前に4枚並んでくれたから、もう少しこう背後にボールを供給するとか、それを俺らがじれずにもう少しこうやれたら、またちょっと状況変わったのかなっていうのもあったと思うから、次の下位リーグでもう一回ね、あのセグンドともやれるし、まあそこで修正していくしかないかなっていう、選手権とかね、先を見据えて良くなるとかっていうところをやっていけばいいかなっていう、そこを意識してやっていけばいいかなっていう、昨日ゲットオーバーでちょっと疲れたな。お疲れでした。よいしょ。